はい、お疲れ様です。コイン月光、本日は9月26日17時です。先ほど速報が入ったんですけども、 DMM.com だったかな、あのビットコインの不正流出で業務改善命令が出たようですね。これ金融庁からでしょうね。はい、そんなニュースもありながらのコイン月光ですけども、25% オフ最後のチャンスということで出てますね。興味ある方は何が 25% みたいなね、クリックをしてみてください。はい、いつも通り見てみます。上場コイン 14,696、 取引所が1200になりました。時価総額じわじわと上がって340兆円ですね。でビットコインのドミネーションが 53.7% ということで、かなりね膨らんできました。でイーサリアムが 13.4 と、まあ現状維持かなっていうところですけども、時価総額がね340兆円になったってことは、370兆円までね低成長だとは言いつつも近づいてきたってことです。ビットコインがご覧のように900万円を超えて、まあ900万円台をね今ボトムにして、かなり、下落が硬い水準になってます。まあ、つまりこれから950万とかに伸びていくだろうけども、900万を割ることはないんじゃないのみたいな観測ですね。それからイーサリアムもやっと動き始めましたね。40万円まであと少しということでございます。まあ、リップルは単独の動きを見せていてあんまり変わらないんですけども、カルダノですよ、急騰しましたね。もう本当にね50円を切るかどうかってところずっとうろうろしていたんですけども、もうすぐ60円になります。おめでとうございます。で柴犬もついでに見たいんですけども、これもまあまあ急騰してますね。はい、こんな感じでね、久々に暗号通貨業界ちょっと明るい光が差してきたかなってことですけども、ただ私の評価で言えば、まだ時価総額370兆円になるまではまだ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 低迷してるかなっていうところでございます。はい、今回はそんなところですかね。また明日なんか動きがあったらニュースをしますね。